こんにちは。私の名前は桜です。あなたは、アニメ、と呼ばれることを知っていますか？みんななんか不明な理由でそれを好きです。私は自分自身も日本人ですが、アニメはまだ私にとってとても変です。彼らは性的なものを見ると、どのように地獄、人は出血しますか？その中のロジックはどこですか？そして、マイ・ヒアロ・アカデミアはどんな名前ですか？目的の文法ミスのいくつかのタイプですか？そして、なぜ、常にフィラとしてビーチのエピソードがなければならないのですか？あなたがパーティーや何かに行くことができるように。しかし、とにかく、それは私の暴言です。あなたがアニメが好きなら、私は決してそれを好きにすることができないので、あなたのために良いです。これは、桜が終わったことを意味します。これは、桜が終わったことを意味します。ええ、この桜少女は、彼女の手に潜在的な可能性を秘めています。